どうも、東大阪市ナンバー製大師の岡野です。今回はですね、座骨神経痛の 90% の人がやってない内転筋剥がしっていうところについてお伝えしていきます。あなたはこんな経験ないですか？座骨神経痛っていう風にお医者さんから診断された、もしくは座っているとお尻がじんじん痛くなっている、もしくは椅子からの立ち上がり、車からの乗り降りで立ち上がろうとした時にお尻の部分が痛い、もしくは太ももの裏が痛い、そんな人であればですね、しっかりとこの動画最後まで見ていただくことによって、あなたのですね、薬だったりとか注射だったりとかで治らない座骨神経痛をですね、この動画見るだけでしっかりとですね、解消できる方法になりますので、必ず最後まで見てください。もし座骨神経痛でね、私困ってるんですっていう人がいればですね、ぜひ下の概要欄からですね、当院のホームページをクリックしていただいて、そこから LINE に飛んでいただいてご予約っていうのもできますので、本気で座骨神経痛改善したい、 YouTube のね、いろんなストレッチ見たけれどもなかなか変わっていかない、そんな人はですね、ぜひ整体院のぞむに来ていただければ嬉しいです。じゃあ座骨神経痛ってですね、そもそも何が起きててどうなってるの、そして何をやったら解消していくのっていうところをね、少しだけお伝えしていきます。正直ですね、僕もいろんなストレッチ動画撮ってますけれども、どのストレッチがいいっていうよりかはですね、なんで座骨神経痛になってるのかっていうね、こういう根本的な部分、本質の部分ですね。どうしてもね、こういうお話聞くのね、めんどくさいと思うんですよ。僕もね、なんかめんどくさいなーってね、思う時とかあるんですよ、長いね説明とか。でもぶっちゃけですね、こういうストレッチをね、これやってくださいって言っても、仮にね良くなったとしても、なんで良くなったのか、そして逆になんで悪くなったのかっていうね、こう判断ができないんですよね。じゃあ次何やったらいいのかわからないってなっちゃうので、やっぱりこうなぜ座骨神経痛が起きてるのかっていう部分をね、大体でいいんで知ってほしいんですね。今回やっていくのはね、この内転筋っていうところになってきます。で、内転筋っていうのは、ここですね、骨盤から、内ももにかけてついてる筋肉です。これが硬くなるとどうなるのかっていうところについてお伝えしていくんですけれども、簡単に言うと、股関節が内旋って言って、いわゆる内股の状態になります。そして、内転筋って言われるぐらいなので、こう内転ってするね、こういう動作。なので、例えばですけれども、こういう風なね、ガニ股の人だったりとか、あとは内股、いろんなパターンがありますよね。特に内転筋に関してはこういう内股のパターンですね。実際ね、あなたもやってみてください。内股にね、思いっきりグッてやってみてください。じゃあこういう風にね、要はお尻がですね、こう出っ張ってくると思うんですね。でっちりみたいな感じです。そうなると腰も反りますよね。いわゆるこれが骨盤前傾って言って、反り腰の状態を作ります。でこれになると、座骨神経っていうのは腰からお尻に出て、ずっとね、こう足先までね、名前は変わりますけど繋がってます。こういう状態になると神経がピーンって引っ張られるわけですよね。テンションがかかります。テンションがかかると神経の中の血管、いわゆる血流がですね、止まってしまうわけです。そしてしびれが起きてくる、こういう現象が座骨神経痛なんですね。それがもちろんね、こういう風にテンションかかるパターンもあれば、ただただグッとね固まってるパターンとか、いろいろあります。ただ今回はこういう骨盤前傾反り腰パターンの座骨神経痛ですね。これは内転筋をしっかりね、ストレッチやっていかないと、どんだけね痛み止め飲んでも湿布貼っても良くなりませんので、これを一緒に今回解消していきます。はい、ではですね、早速座骨神経痛のね、内転筋剥がしをやっていく前にですね、まずね、いつも通りね、あなたの状態チェックですね。前屈なのか、後屈なのか、痛い動作ですね。座ってて痛くなるとかだったら座っててもいいですし、痛い動作をね、先にチェックしておきましょう。前屈だと、こんな感じですよね。後屈だと、こんな感じ。あとはね、ベッドで足を上げてもらうっていうね、神経のテストもありますんで、それもね、一緒にやっていきましょう。じゃあですね、もう一個のね、テストはですね、このまま仰向けに寝てもらって、足をグッと上げるだけです。これで、座骨神経痛、もしくはヘルニアの方とかであれば、ピーンとね、神経がね、伸ばされて痛くなりますよっていう風に言いましたよね。なので、これ伸ばされる状態を作ってます。これで、お尻が痛いとかね、なんか足が痺れますっていうのであれば、神経の中のね、血管、いわゆる血流が止まってしまってます。流れが悪くなってますので、こういうところで痛みが出るのかどうかですね。ただただストレッチして痛いじゃなくて、神経的な痛み、お尻が痛いっていうのであれば、神経のね、問題がありますので、このね、上がりやすさだったりとか痛みの感じをチェックしておいてください。はい、ではですね、こっからが本題ですね。内転筋剥がしをやっていきます。今回の方法はですね、ぶっちゃけめちゃめちゃ簡単です。ぜひやってみてください。こっからがね、大事なポイントになってきます。内転筋っていうのは足をね、グッ、ここについてますから、恥骨って言われるね、骨盤のところからこういう風に内ももについてますんで、この部分をこういう感じ、正面向いて開く感じですね。あぐらの状態です。もう全然いきませんっていう人もいるかもしれないですね。これでここブーッとね、
突っ張ってると思います。ここの部分で、ここにねゴリゴリってしたね硬い筋肉があります。これをグッと下に入れる感じですね。ギュッと下に入れて、これをグッと上に持ち上げて剥がしていくイメージです。見えますかね、こんな感じ。筋肉があって、筋肉の下の部分を持ち上げる。激痛ですねこれは。グッと激痛ぐらいでちょうどいいです。ギュッとね持ち上げる感じで、下からすくい上げる感じ。隙間に手入れてすくい上げる、隙間に手入れてすくい上げる、この感じ。激痛です。めっちゃ痛いですからねでこれでだいたいね、まあ1分ぐらいですね、全体的にほぐしてあげてください。できれば両方ねやってあげると効果的です。グーッと、めっちゃ痛いですよねこれ。剥がしていく、剥がしていく。普通にねこう座ってもいいんですけど、座るとねこうテンションがかからないので剥がせないんですよね。なのでこの状態でしっかりと剥がしていく、剥がしていく、剥がしていく。めっちゃ痛いですよねここ。剥がす、剥がす。でまあ大体ね終わったなーっていうのであれば OK。 できたら反対も一緒にやってください。今回はね飛ばします。次はこういう状態、しっかり足伸ばす状態ですね。この状態を作ってもらって、あとは体を真横に倒すだけ。じゃあここがねピーンと突っ張ってます。前でもねいいんですけど、横にこういう風に倒していただくと、もうここがねピーンとテンション張ってますんで、これが内転筋のストレッチです。まあプラスアルファで入れてください。さっき剥がしも入れつつ、これストレッチも入れてます。めっちゃ痛いですよねこれ。グーッと、これは大体ね10秒やっていただければ OK。 基本的にね、まあ、今のをねこう3セットぐらいできたらベストです。1日3セットを3回、朝3セット昼3セット夜3セットできたら一番ねベストなこう改善のスピードに向かってくるので、頑張ってやってみてください。はい、じゃあですね終わったので前屈見ていきましょう。おお、めちゃ行きやすいですね。後ろがね多分めっちゃ行けますよね。でまたねベッドで足上げやっていきましょう。はい、じゃあやった方のね足を上げていきますよ。うーっと、これやってない方と比べてどうですか。めっちゃ行きやすくなってると思います。行きやすくなっていればしっかりとですねここの内転筋が緩んで神経も伸びやすくなってますね。っていうことは神経にしっかりとですね血液、血が流れるようになって、まあ痛みだったりしびれっていうのが解消する、まあ、イコール骨盤の前傾、反り腰が治ってくるっていう話になってきます。本当はねもっともっといろいろやらないといけないですよ。今回動画なんでめっちゃ短くやってますけれども、まあ、内転筋っていうのはこういうところに関係してくるので、ぜひやってみてください。はい、それですね、いかがだったでしょうか。今回はですね座骨神経痛の 90% の人がやってない内転筋剥がし、めっちゃカミカミになりましたけれどもね。でこれでね効果が出たっていう人はですね、あなたはもうね座骨神経痛は確定なので、ただですねしっかりとこの内転筋をねほぐしていかないと解消してこないっていう部分になりますので、しっかりとねこれ毎日継続してやってみてください。それでもねなかなか変わらない、ちょっと変わったけれどもこっから本当にどうしていいのかわからない、根本的に変えていきたいっていう人はですね、ぜひ下のね概要欄ホームページに貼ってますので、整体に臨むに来ていただければですね、あなたの座骨神経痛必ずね根本的に解消していきますので、やっぱりね1回だけ来てっていうのはね正直難しいところになってきますけれども、ちゃんとね複数回ね治療を続けていくと必ずね根本的に変わってきます。再発しない体までね作っていけますので、そういった方はですねぜひご連絡ご予約の方お待ちしております。そうですね、まあ、あとチャンネル登録コメント高評価もぜひよろしくお願いします。それでは本日も動画を終わりに本当にありがとうございます。また会いましょう。バイバイ。皆さん、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回皆様に4つの無料プレゼントがあります。痛みで悩んでいる方やダイエットや美容で悩んでいる方はぜひ受け取ってください。すべて無料です。 1.LINE 登録で肩こり腰痛パーフェクトブックをプレゼント。 2. 無料腰痛メルマガ講座登録者限定で自分で治せるストレッチを毎日配信。3.LINE 登録で3日間で痩せる秘訣をプレゼント。4. メルマガ登録で脂肪リセットダイエットをプレゼント。この4つが全て無料でプレゼントです。詳しくは下の概要欄に全て貼ってますのでご確認ください。この4つのプレゼントを受け取ることで実際にあなたのお体のお悩み、痛みっていうのを自分で治せる、ダイエットや美容で困っている方は自分で痩せる秘訣、綺麗になる秘訣をしっかり学ぶことができます。早めに登録して待っておいてください。それでは今後も応援の方よろしくお願いします。